皇后陛下と愛子さまが栃木県の御料牧場でのご静養を楽しまれた5月2日のことです。その際、雅子さまがお運転になられたカローラ2が多くの方々の注目を集めました。カローラ2とは、雅子さまがご結婚前から大切にされているお車で、天皇陛下がご成婚の際に雅子さんがお乗りになっている車を持ってきてくださいとおっしゃったと伝えられています。今回のご静養では皇居から御料牧場まで運ばれ、滞在の最後の2日間はご家族で牧場内の厩舎や牛舎をめぐるドライブをお楽しみになったそうです。雅子さまの愛車であるカローラ2は1982年にデビューし、1999年までの17年間にわたり製造された人気のハッチバック車です。特に3代目モデルは女性ユーザーをターゲットにした3ドアのデザインで、小沢健二さんが歌われた CM ソング「カローラ2」に乗っても記憶に新しいですね。外務省職員としてご活躍されていた当時、雅子さまはこの車で通勤されることもあったとか。終電に間に合わない日も多く、お車が大変重宝されていたようです。トヨタ自動車によると、当時のカローラ2のメーカー希望小売価格は東京で83万円から127万円でした。社名のカローラの弟分という由来も親しみやすさを感じさせます。30年以上も愛用されているということは、メンテナンスなども気になるところですが、詳細についてはお答えを持ち合わせておりませんとのこと。また車の耐用年数についても、使用頻度や保管状況によって異なるため、一概には言えませんとの回答でした。新車に乗り換えることで管理が楽になるところを、それでも愛車を大切に使い続ける雅子さま、そのお気持ちはメーカーの広報担当者もご成婚時に話題になった製品を選んでいただき、ありがたく思っておりました。今も大切に乗っていらっしゃると聞き、皇后陛下のお人柄に感銘を受けましたと深い敬意を表しています。御料牧場でのドライブを共にされた愛子さまにも、雅子さまの大切にする心が伝わったことでしょう。物を大切にする雅子さまの姿勢は、多くの人々にとっても素晴らしいお手本となっています。皇后陛下はその輝かしい美しさと華やかな存在感で知られていますが、決して見栄を張ったり飾ったりすることなく、心から大切なものを大切にされている方です。天皇陛下と愛子内親王殿下をお連れしてのドライブはなかなか実現しがたいことかもしれませんが、時には存分に楽しんでいただきたいものです。30年以上前にご購入された車を今もなお愛用されているとは驚きです。ご成婚の頃には天皇陛下をお乗せして運転されたと聞きますので、思い出深い車として大切にされているのでしょう。愛子さまをお乗せになった際の皇后陛下の運転する様子を映像や画像で見てみたいものです。皇后陛下のカローラ2、上皇陛下のインテグラも初年度登録から13年を超えており、一般的には自動車税の増税対象となる車両です。しかし古くとも思い出が詰まった愛車を大切に長く乗り続けていらっしゃいます。自動車税の納税通知が届くこの時期に、古い車、環境に悪いと決めつけて増税を決定した国の責任者たちは、皇族の方々が車を大切にされていることをどのように感じているのでしょうか。ご結婚前から大切に乗られているとは、長い間愛されてきた車、質素倹約を実践し
大切なものは丁寧に修繕しながら使い続ける姿勢には敬意を表します。ご家族だけの貴重な空間で自由な笑顔を見せられることは素晴らしいことです。そのお写真を拝見するとこちらまで温かい気持ちになります。質素倹約の精神はお召し物にも現れています。本当に心からおごり高ぶらない方であることが伝わってきます。お召し物はもともと上質なものを工夫して長くお使いになっていますが、カローラ2は決して高級車ではありません。それでも庶民としても質素な車と感じます。メンテナンスがきちんとされていることは明らかです。愛子さまがこの精神を受け継がれ、その座にふさわしいと国民の多くが望んでいると思います。カローラ2を愛車とされているとの記事を以前に読んだ記憶がありますが、今も使われているとは驚きです。愛車には多くの思い出が詰まっており、手放すときは寂しいものです。しかし新しい仕様の車に惹かれて買い替えを繰り返してきた自分を少し恥ずかしく思います。かつてテレビで拝見した雅子さまの運転されるお姿は多くの方々に印象を残しました。キャリアウーマンとしての凛とした様子で自動車のハンドルを操るその姿はまさに見事なものでした。結婚前にお乗りだったカローラ2、今もなお大切にされているとは思いがけない驚きです。皇室にお入りになってからもその愛車を大事に整備しご使用になっているとは、雅子さまのものを大切にする心がうかがえます。公の立場にある雅子さまが免許をお持ちでありながら運転される機会が少ない中、当時の愛車を今も操ることができるのは非常に素晴らしいことです。一般の国民が古い車を運転することに対して法的な制限を受けている現状の中で、一つのものを長く大切にされる雅子さまの姿勢には深い感銘を受けます。国を任されている方々もこのような精神を学び大切にしていただきたいと思います。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。